カ諸島北木島の新しい特産品ハイボシを PR しようと NPO 法人笠岡島づくり会社がツアーを行いました。ツアーには市内をはじめ新見市や広島県の福山市、府中市などから11人が参加しました。午前10時半ごろに北木島にある株式会社島の輿本社工場へ到着した参加者は、まず島の輿で営業を担当する福井圭司さんからハイボシの特徴と製造工程について説明を受けました。続いてこの日水揚げされたイイダコを使い、実際にハイボシの製造体験を行いました。参加者は表面のぬめりや内臓を取り除いた後、天然素材で作った特殊なセロハンで挟み、溶岩が固まってできる火山礫を砕いた灰をかけ、ハイボシ作りにかかる手間を体験しました。ハイボシは瀬戸内海で採れた新鮮な魚介類をさばいた後、手早く火山灰を覆って熟成させる加工法です。灰は魚介類と直接触れることはなく、特殊セロハンにある目に見えない無数の穴を通して余分な水分と臭みを取り、魚本来の旨味を凝縮できます。笠岡諸島の活性化を目指す NPO 法人笠岡島づくり会社では、伊豆諸島の三宅島と連携し、島の新名産としてこの灰干しを売り出そうと去年7月、株式会社島の輿を設立しました。その後の11月に北木島に本社工場を建設し、加工販売を始めました。このツアーは、ハイボシの美味しさを広く PR しようと今回初めて企画されました。昼食では、イイダコやスズキ、シタビラメなどのハイボシがおかずとして出され、参加者は干物とは思えない鮮魚のような味わいに驚いていました。またツアーでは、北木島で採掘される名産、北木石についての資料館や石切り場などを回り、参加者はその歴史について知識を深めていました。